ッドフェッショ今日も応援ありがとうございました。試合結果は残念ながら負けてしまったんですけども、2回、追いつくことができました。そこから勝ち切れるように、もっともっと強くなっていきたいと思います。次回はアウェー戦ですけども、なんとか勝ち点3を取って帰ってくれるように頑張ります。今日も応援ありがとうございました。